じゃない、ヨーロッパとかアメリカンは。送ってる人いるかもよ。魅力の武器はもうね。あら。24日からね、弱体化するって。嬉しい、本当に嬉しい。あのさ、もうほんとマジ奇跡だよな、デッドバイプレイヤーって。3人とも同じとこつけてんのよ。このケースは存在しない？このケース。向こうエリアはみんなに任せる。みんなと同じエリアにいないようにする。序盤は狙われなかったら回す。狙われたらダミーの向きっていうか引きつける向きでみんなを生かす向きをする。もうそれだけ。狙われなかったら回す。狙われたらあまり絆使って被らないように動く。持ってるから生かさなきゃいけないから。パークはをしても、ここの2台回す。ちょっと待ってもらう。申し訳ない。ここは勝負かけなきゃいけない盤面だから。俺もかなり無理をしてる。3割か5割。ああ、ただ、エースが行くのかどうか。行かねえタイプか、こいつ。回復してやってくれよ。戦力になんねえ、ほんと。マジで戦力になんねえ。
あ、スケに行ってる？いやーもうここまでちゃんとチームプレイやってんのに行かないやついんの？いや何してんだよ！いやーもうさ、戦力外通告ってマジで人狼にもいるし、なんで負傷で助けに行かねえんだよ。俺がチームプレイやってやってんのに。いやーマジで使えねえ。メグはもう回してくれ。こいつマジ使えねえ。このエースビスコンティって俺の神プレイで負傷状態でも救助行けよ。まず俺が狙われてんの明白だろうよ。チームプレイやってはやっただろう。セルフケア打ちに行ってんだぜ。使えねえやつってもう俺マジで驚くぞ。メグを生かすか。メグに生きてもらう作戦を取らなければ。メグ頼む。メグ生かす動きする。メグだけは助ける。あらどこで来ちゃうだろうなこの人。仕方がない、もう時間がない。メグ頼む、かぶらないでくれ。ありがとう。これヒアルシャーデッドバルスーパースター。よし、一瞬の判断、救助盤面エースが走ってるの見えてるから俺は右の方に入ってやられる動きを取った。で引きつける動きをしたのに負傷だから救助しないっていう、もう呆れるわ。レンミがかわいそう。超一流、ワールドクラスはもう見えてるから。ワールドクラスってもう見えてるんだよ。俺がいればもう、超円滑に物事を進めるために全ての、動きをしてるんだわ。もう見えてるから。そしたらね、武将だからって救助しないの。見たらいいじゃん。俺が狙われてんだから。で、優秀な奴は、俺は毎回言ってる。フック前でやられるのはダメだっていう。フックで吊るされてる人が迷惑かかるからっていう。フックよりも遠い位置でやられたじゃん。と思ったらね、デルキア打ってるやついんの。ほんと。で、こういう役立たずってさ、ほんとゲートから抜けないもんね。ほんと、怒り覚える。こいつはもうブロック。いや、俺、いや、フェンミも同じくブロックすると思うよ、あれ。ひどいと思うよ。フェンミは動き見てたら俺の動きは合ってるでしょ？あれもう神プレイよ、俺のプレイは。もう、あれ、ああいうのでね、実況分かなきゃいけないよ。大会あったら、セーブルボードの動きが神技レベル。神プレイだよ、あれは。もう普通にやればエースミスコンディが言ってくれると俺は思ってるから、あれ？と思って。俺が引きつけてる間さ、そしたらさ、負傷だったら目の前に吊るされてる人がいても救助しないっていう離れ技やってるプレイヤーがいる。もう驚いた。驚くよ。もう俺がマジで驚くよ。うん、よし勝った。普通に勝てるゲームをね、落とす羽目になるっていう。うん、周りが見えてないでしょ？周りが見えてないから、メグをまず治療するってことがまずできてないし、そもそも救助極端にいかないでしょ、この人。疲れる。あ、メグはいてよかったわ。メグはまあまともだから助ける気持ちは、メグはもう脱出してもらう気持ちはあったけど、うん。まあよかったです、勝てね。はい。ああいう地味なプレイだけどね、僕、